ビーンヌイツヤは、ウクライナのビーンヌイツヤ州にある都市。ビーンヌイツヤ州の州庁所在地である。南文府川の河市に位置する。面積は 79.94K 平方メートル。人口は367,625人。人口密度は4,598.8人。K 平方メートル。ビーンヌイツヤは1355年に創建された。 1640年に自治権を獲得した。1795年に市政施行された。市内ではビーンヌイツヤ駅がある。首都キエフまでの直線距離は1 9 9キロメートルであるが鉄道で 221km、車道で 246km となっている。ビーンヌイツヤの日は9月の第3の日曜日となっている。 ウクライナの首都キエフから 260km、西ウクライナの中心都市リビューからは 369km、南ウクライナの中心都市オデッサからは 429km ある。移動は鉄道を利用するのが一般的である。年に6日から20日程度は吹雪に覆われる。また37日から60日程度は冷たい霧に包まれる。 今日の嵐は3日から5日程度ある。平均気温1月0日5.8度、7月18.3度。年間降水量 638mm 現在、ビーンヌイツヤとなっている近辺への入植は10世紀半ばには行われていた。この時期にウーリチ人やチーベレツ人が入植し、キエフルーシを構成する国家となった。その後、この国は、 ジョチウルスの元にあったハールイチ・ボルイーニ大公国に服属した。1362年、アルギルダス大公を率いるリトアニア大公国軍がタタール軍を駆逐すると一帯は同国の統治下に入った。アルギルダスの老いたちは同地に新たな要塞都市の建設をはじめ、これが後のビーンヌイツヤの元となった。これについては1363年の記録が 最古の言及文書となっている。1640年には、マクデブルク法が適用された。1648年7月7日、ボフダン・フメリニツキーの軍勢がビーイン・ヌイツヤに入った。フメリニツキーの側近マクスイム・クルイボニースは、この地に、カリヌイーク連隊を置いた。ウクライナが、ポーランド王国の支配から脱した17世紀にあって、 ビーンヌイツヤの市民も1651年9月に独立を手にした。この時3000のコサック部隊を率いたイバーン・ボフウンが2万からなるポーランド王国軍を破った。1643年から1653年の間、ビーンヌイツヤはボフ団フメリニツキーの訪問を受けた。1653年から1667年の間、ビーンヌイツヤは ヘイチマン国家の領域に収められた。その後、ポーランド分割の行われた1795年に、ビーンヌイツヤは、正式に都市となった。19世紀、ビーンヌイツヤは、経済的にも発展を遂げた。1871年には、キエフバールタ鉄道が開通した。1914年には、ビーンヌイツヤは、ポジーリャ県の行政中心都市となった。 現在のビーンヌイツヤにおける大虐殺の犠牲者、記念碑。1917年にロシア革命が勃発すると、この年から1920年の間、ビーンヌイツヤは内戦の嵐に巻き込まれた。この地はロシア内戦、ウクライナ内戦、ポーランドソビエト戦争、ウクライナソビエト戦争の戦場となった。ビーンヌイツヤには、 労働者及び兵士代表革命委員会の政府の他、オーストリア・ハンガリー帝国軍やアントオン・デニー・キン将軍の本営が置かれた。またこの間にはホテル、サボーイに、ウクライナ人民共和国の暫定政府が置かれたことも、あった。内戦は、結局ボリシェビィキとポーランドがウクライナを二分する、形で集結した。ウクライナ社会主義ソビエト共和国がソ連に加盟した、後、 1923年には、ビーンヌイツヤはこの地方の中心都市となった。1931年からは、現在に至るまで、ビーンヌイツヤ州の州庁所在地となっている。1937年から1938年に、かけてのソ連の大粛清の時代には、ビーンヌイツヤ大虐殺が起き、1万人弱の市民が大量虐殺にあった。 大祖国戦争の間に人口は10万から2万7千にまで減少した。特に1943年にはナチスドイツ軍によって大量虐殺が行われた。1991年のウクライナの独立に伴い都市の公式の名称はそれまでのロシア5名ビーンニツァからウクライナ5名ビーンヌイツヤへと変更された。大祖国戦争終結よりビンヌイツヤには ソ連空軍の主要支部が置かれた。これには飛行場、病院、各機庫などの軍事設備が付属し、空軍の中枢機関の一つとなった。ウクライナが独立すると、1992年より、この設備は新設されたウクライナ空軍の本部として、使用されるようになった。制度ミニコ協会市内には、いくつもの協会がある。そのうち、 生ドミニコ協会は1758年に建てられたものである。ビンヌイツヤにあるテレビ塔は高さ354メートル、鉄製で2レベルと3幅の電波を扱うことができる。ありがとうございます。